はい、チャンネル、チェンジュンジュン。はい、今は、まーちゃんの、なんかマッサージをしてるんですけど、なんかあーちゃんが、すごい、こういう状態になってるので、面白くて撮りました。滑り台みたいにスーッてやってくれると血が滑る滑り台滑りこれを滑り台ってこと？そういきますそうってことそうそうすると血がね血が滑るなの血が滑るんです血滑るってやばいなあこうやってやってくれる旦那さんは本当に優しいですマッサージの流れとしてはまず、骨盤あたりを刺激していきます、はい、骨盤あたりを刺激していくと血がおやばい行かなきゃって思います、あ、わかんないですけど、うん、膝の裏をこうやって刺激すると、ねはい、うん、気持ちいいこうやって刺激するとなすごい幸せに最近良かったことが思い出されるほら最近幸せだったことが思い出されるあ思い出したほらなんだ何が思い寿司を食べたことあ寿司を食べたなすごくいい店で寿司を食べたことそのエピソードをちょっと聞かせたいんじゃ話してみ昔かいあるところはいあやなんとしばゆという夫婦がおったそうじゃあやなんはその頃は妊娠中で気性がいつもよりも荒かったそうじゃのその日は一日家具屋さんにいたから気分もだいぶ疲れておったそうじゃそんな綾菜を見た芝優はとっておきのお寿司屋さんを予約しようと決めたんだそうな綾菜はいつもは自分が予約する役割なんじゃが珍しく疲れておったので全部芝優に丸投げをしたそうじゃだから芝優は頑張っていいお寿司屋さんが空いてるかいろんなところに電話したんじゃその日は土曜日でなかなかいいところが開かなかったんじゃが一つだけ予約を取れたところがあったんじゃそして芝優はちゃんと子供も入れるかどうか確認を取ってそれではあと30分後に向かいますと言って電話を切ったんじゃ道を進めていくと着いたのは六本木のクラブ街ど真ん中だったんじゃそれを見た綾菜はなんでこんなとこ予約したのちゃんと見たちゃんと住所見なんで住所見て予約しないのとブチギレ散らかしたんじゃそうじゃこんなところに美味しい寿司屋があるはずがないという若者がチャラチャラしているその最中にもう着いたみたいな感じで妊婦の綾菜は今ギャルが嫌いじゃから、うん、もうギャルとかヤンキーとかをもうすごく怖がってビクビクしながらベビーカーを押してそのお店まで行ったんじゃ芝居も
あれおかしいなみたいな感じではあったんじゃが、自分で予約を取ったところなので彼には自信があったんじゃ。だから綾南もあまり文句を言うのはやめて、とりあえずお店まで行ってみた。すると着いたのはバーとかラウンジが入るビル。またしてもそこで綾南は、絶対このところで美味しい寿司が入ってるわけないじゃん、絶対間違えたんだって。もうなんでこんなクラブ、バー、バーしか書いてないよ、バー、ラウンジ、なんとかみたいな、何ここ、もうやだ、クラブの匂いする、ほんとやだと、またまたブチギレ散らかしたんじゃ。そこで芝居はめげずに、いや、一回行こう、一回行こう、落ち着こう、落ち着こう、一回行こうと言って、クラブの甘い匂いがするようなビルのエレベーターに乗り、3人で上まで上がったんじゃ。そこに広がっていたのはピンク色のネオンライトみたいのでバーってなってるカウンターが出てきて、もう綾南は我慢の限界が来ておった。こんなところ寿司が出てくるわけがないと。それでも芝生は、いや、ちょっと行こう、行こう、もう綾南は帰る、間違えてる、帰ると言っていたんだじゃが、芝生は頑張って引き止めて店員さんのところまで歩いたんじゃ。そうすると奥からスーツの黒服のいかにもみたいな、よし、やるしよせみたいな人が出てきて、綾南はマスクで隠れていたが不満そうな顔をしながらそのカウンターをじっと見たんじゃ。なんと店内にはニッキー・ミナージュが流れておったStand shipI was so far, hands up, and that's the sky とか言って流れてる。さ、寿司が出るわけがない。そう思った次の瞬間、カウンターの右端の方じゃ、確かにあれは間違いない、寿司職人がおるんじゃ。そこに、寿司職人がこの中におったじゃと、綾南はびっくり仰天を隠せない表情をマスクの中で浮かべた。私はそれでも信じられず、店員さんに、ここってバーですよね、寿司屋ですかって聞いたら、あ、こちらお寿司屋さんですよと、その黒服は綺麗な声で私たちに話しかけてきた。それでも店内の BGM はニッキー・ミナージュのまま、そして個室に座ったんじゃ。すると芝居が予約してくれていたコース料理が始まったんじゃ。そして一品目が出てきて、綾南はニコニコ笑顔になったんじゃ。を聞きながら食べるお寿司もいいな、そう感じることができたんじゃ。ポンスは子供用のお寿司を握ってもらって、あの板前さんは一生懸命ポンスのためにこれがいいかな、これがいいかなといっぱい考えて、いっぱいお皿に盛ってくれたんじゃ。とてもいい雰囲気のお店だったんじゃ。結果的にその店の店長と名刺を交換したんじゃ。なんとそこの店長は二郎とも知り合いだったそうでの、見た目で判断してもう行かないと決めつけないで、ちゃんと最後まで味わってみてよかったなと綾南は感じたんだそうじゃ。めでたしめでたし、すごかったの、あーちゃんのあーちゃんの感情のジェットコースターさ、すごかったな。だって最初超お腹すいたもんね。うん、マジでもう帰る。だってもうピカピカのなんか棒、光る棒を持った人がいたりとかさ、
ったんだもん。あ、でも美味しくてよかったですという話がここの膝の裏を押したら聞けたんじゃな戻ったんじゃな、そこだった。膝の裏を押すとこんなに幸せな話が出てくるんじゃない。そしてここでここで溜まった老廃物をここになピーッとやるとここに到達するんじゃなあー気持ちいいな。はい、以上じゃ。おもやというわけで、今日もしばなんと一緒を見てくれてありがとうございました。また次回の来週の次回の次回でお会いいたしましょう。あまなピヤピヤサブチャンネルでも撮るかの。サブチャンネル今撮ってたんじゃないの。サブチャンネル撮るかの。え、今はい、サブチャンネル、ちょちょんちょんちょん。の、今サブチャンネルでも撮ったらええんじゃないかの。あ、そうじゃの。今撮ってたんじゃないか。これは何の、うん、何な、何が。撮ってたって何を言うとるやん。何が始まっとるやん。何を言っとるやん。お前サブチャンネル撮ってないやろ、お前。撮ってないか。あ、撮ってないわ。あ、そうか。じゃあ、なんじゃ。うん、ないや。あと昼飯も食いたいの。あと昼飯、昼飯も食べたいの。昼飯はもう食った、おじいちゃん。昼飯食べたいの。昼飯はもう食ったじゃ。さなんや、さっき食ったじゃろ、うん、おじいさんボケちゃったんだな。今これおじいさん回ってますよ。回ってない、回ってない、回ってない、回ってます言うて。いや、回ってないやろ。サブチャンネル撮ってる。今寿司屋の話したじゃろうが。寿司屋の話ってないや、今からするじゃろう。ボケたらこうなんのか。早くカメラ回してや。カメラ回すな。絶対うーくんがボケたら、あーちゃんもボケたらさ、カメラ回してね、可愛いから。これってずつ、これってずつ。どう？ん？出て。ずっと。こうやって何も分からず撮ってたら可愛いね。可愛い。そしたらみんな見てね、あーちゃんとうーくんがおじいちゃんとおばあちゃんになってキレレボケてカメラ回してても面白いねって見ててね。はーい。あーちゃんたちはさ、80歳になっても YouTube やろうね。わかんないけど。うーくんマッサージしてくれてありがとう。いいよ。じゃあまた。バイバイ。